どうもこんにちは、ヒョクです。皆さん、プデュー48見ましたかね？いやもう感動しました。僕は韓国人で日本に住んでいる僕としてはなんかすごい目頭が熱くなるエピソード0でした。はい、ということでプロデュース48ですね。はい、エピソード0が5月10日についに公開になりましたね。で、6月15日からいよいよスタートということで、そうなるといよいよ国民の皆さんがプロデューサーとして投票して選ばれたものがデビューするという。どうでしたか、皆さん見て。僕の正直な感想はですね、韓国と日本がこうやっとこうなんかこう一つの大きなプロジェクトに向かってこう一緒に進んでいる感じが、なんか歴史とかそういうのじゃなくて本当に今を生きる人たちで一つにね、こう手を取り合ってこう一緒に頑張っているのがなんかね、いいなって思いました、僕は。新しい歴史の始まりみたいなね、ちょっと大げさに言うと、はい、そんなのをちょっと感じました。まあ、特にね、その最初に出てきた宮脇さんがセンターですよね。宮脇さんが立っているステージともう一つのステージがこうくっつくところがなんかすごいこうなんか良かったね。今回のこのプロデュース48オーディション番組の課題曲、根っこや、根っこやっていうのは、まあ、私のものだよ、みたいな、可愛い女の子としてのこうコンセプトなのかなと思いましたね。今回の、MC、前回はボア大先生でしたね。で、今回はイズニさんが、はい、MC を務めるということで、今回根っこやの振り付けなんですけども、なんと、今までのシリーズで出てた振り付けも入っていますし、あの、シーズン1のピクミのこの肩のやるやつも入っていれば、ナヤナのこの振り付けも入っていったし、チョジャンも入っていったし、さすがにチョジャンはね、ちょっとアレンジしてありましたね。なんかすごい、楽しみというより僕はもうなんかエピソード0でもう、エピソード0なのにもうエンディングを見た気分でした。なんかこう韓国と日本がこう一緒に共同作業してるっていうのが僕はすごいいいですね、やっぱり。あ、そうそうそう、しかも2番の歌詞は日本語でしたよね。これは本当にお互いがこう本当に協力し合ってないとこんな成り立たないですよね。だって韓国の番組でやるのに日本の歌詞も取り入れるってことは、やっぱりお互いこうちゃんと歩み合って番組を作っているんだなっていうのがすごい感じられますよね。楽しみだな、どうなるんだろう。でもなんか例年っていうか、今までのシリーズに比べたら、センターをカメラで抜く回数が今までに比べたら多かったですね、多分。もっと少なかったと思うんですけども、だからよっぽど推してるのかなと、番組的にも。まあそれだけね、綺麗な顔立ちで、センターにふさわしいオーラだなと思いました。プデル6月15日からいよいよ放送開始ですのでね、また、韓国のね、国民プロデューサーはみんな忙しくなると思いますが、まあ、まだ始まってないから何とも言えないんですが、いろいろこうあるとは思うけれども、まあそこはね、うまく円滑に番組が進めてくれるんじゃないでしょうか。とりあえず、プデュー48がちょっと、あまりにも僕はもう見てて目頭が熱くなっちゃったので、動画にしました。ということで以上、ヒョクでした。じゃあね。